こんばんは、スタジオ紅白です。いやー、なんか今日はちょっとムシムシっとしますね。もう虫歯の日は終わったはずなんですけどね。さあ、今夜もですね、先週と同じく長浜市元浜町北国街道沿いにあります長浜バイオ大学の町屋キャンパスをお借りして生放送でお送りしてまいります、スタジオ紅白です。まずは先週末のこんな紅白な風景からご覧いただきましょう。どうぞ。はい、さあ最初は、あ、めぐちゃん、これは、はい、これね、この間前原の、あ、ごめんなさい、田村の卸売市場さんの方で、はい、マグロの解体などのイベントがあって、ね、すごいんですよ。これ140キロのマグロを目の前で解体ショーっていうのがあって、行ったんだ。行きました、ね、これすごかったですね、迫力の解体ショーが。いいな、行きたかったなって ね、 ね、これは長浜地方卸売市場の会合、ね、会場25周年記念ということでね、あったんですよね、はいはい、これ何言ってんだろう。これね、野菜がその日は、うん、かなりお安く買えるっていう形で、うん、なるほどね、もうその場でご購入いただけるっていう形だったので、これさっきのマグロもすごい気になったんだけど、はい、食べた、うん、マグロね、はい、どう、普通に並んで食べるやつはできなかったんですけど、うん、これが丼になってるものがあって、うんうん、ビワマスとマグロで丼っていう、おお、ビアマスとマグロ、マグロの丼、そんな贅沢なもん。そうなんですよ、これね、すごくもうビアマスもとろってとろける感じで美味しかったですよ。そう、いやいやいや、失礼しました。で、野菜だけじゃなくて、こんな魚も、そうです、魚も鮎とかもいましたし、しらすつかみ取りみたいなのも、これ鮎もつかみ取りだったんですけど、美味しそうだな。そして気になるのがこれなんです。これ皆さん何やってるんだろう。これね、上に飛んでるの分かります？何かが。ああ、なんか飛んでる、ちっちゃいものがいっぱいバーって飛んでるの分かります、うんうん、これね、しめじなんですよ。しめじ、しめじ、キノコのしめじ、そうです、うん、これがご来場いただいた方にっていう形で、セリに参加してた方にしめじ投げて掴んだものは持って帰っていいですよっていう掴み通りってたもん。すごい興奮しそうだね。持ち投げみたいな状況でしめじが宙を飛ぶっていう、いいな、いいな、面白そう、はい、そして、久々の、そうなんです、私のアイドルの増田さんです、ね、増田さんも来てたんだ。そうだよね、ここのアイドルだもんね。いや、楽しい報告ありがとうございます、めぐちゃん、はい、さあ、そしてもう一つね、同じく週末ですね、開かれたのが今度は、はい、うん、あ、これなんだ、これね、ちゃんこ、うん、あ、そう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 、ちゃんこといえばっていうね、うん、お相撲さん、そうなんですよ、といえばね、うん、一応6月21日に宮城の部屋来られた時 の、 ちゃんこ、振る舞いちゃんこっていうのがありまして、ね、最終日ね、稽古、お稽古日ね、そうです、最終日、あ、でも月曜日もなんかされてますよね、うん、あ、そうなんだね、うん、はい、なんで一応前日ですね、一応日曜日っていうこともあって、振る舞いちゃんこで良いね、もう熱々のちゃんこがすごい行列でしたね、これ並んで食べるの大変でした、で、この日は確かステージもね、午後にあるということでしたね、うん、そうですね、文化経済アートステージってなんか午後からあって、うんうん、塚田涼子さん、うん、ね、よく出ていただいてる、はい、あと岡田さんが出ていただいて、うん、岡田道人さんね、そうです、はい、が出ていただいてて、本当にアメージンググレースだったりとか、そう、うん、見上げてごらん夜の星をとか歌っていただいて、いいね、かなり感動でした ね、 ね、うん、結構行ったって方も多くてね、うん、すごく素敵だったっていう声をたくさん聞きましたよ、はい、はい、めぐちゃん、ありがとうございま す、 あいます。さあ、続いてのイベントレポートはジミちゃんからですね、はい、はい、先週このスタジオ紅白で紹介させていただきました、うん、紅白医師会司会さんの主催による、うん、司会司会さんね、司会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 はいによる高校フェスタが、うん、長浜文芸会館で開催されました、うん、はい、この日は、うん、朝はもうすごい雷雨で、ね、もうあちこちでなんか雷が落ちてるような音がしてたんですけども、この日に来ていただいた方約2300人の方がそんなに来られたんだ、来られてまして、へ、大盛況のうちに終わりましたけども、はい、毎年これをね、また楽しみに来られるっていうこと、あとポスターがね、ずらポスターもいっぱい貼ってるんで、はい、お子さんの作品とか見に来る方も多いかもしれないですね、はい、はい、ジミちゃんもお手伝いしたんですか、うん、はい、ちょっと、うん、ちょっとだけお手伝いしました。あ、そうなんだ、はい、お疲れさんです、はい、どうもありがとうございます、はい、はい、さあ、そして続いてはね、同じく先週末ね、これその前の週から2週間にわたって開催されたんですけど、ラベンダー祭り in 北琵琶湖、うん、
ということでね、長浜市内 の, あの畑で水ラベンダーの、生のラベンダーやハーブ全部で50種類ぐらいということで、はい、あの土日土日だけだったんですけど、たくさんの方が訪れてね、はい、こんな感じで、あの苗なんか掘り上げてね販売したりとか、ハーブのいろんな相談に乗ってくれたりとか、それからのもちろんあのさっきちょっといろんなラベンダースティックとかね、こうハーブのクラフトをその畑で作る体験なんかもできてね、たくさんの方にぎわってましたね。いい香りに包まれました。はい、さあそして最後は、こちらですね。はい、これもねあのゲストで登場してくれましたけども、鍛冶屋のイベントですね。これは写真は誰だろう、あ、松本先生、はい、ですかね、はい、あの、トンテンカイン鍛冶屋っていうことで、鍛冶屋町で開かれたやつですけども、はい、あのはい、トンテンカイン鍛冶屋ね、はいはい、そうですね、はい、でこれはちょうどあの、まあ、要するに刀を鍛冶屋をやってるところなんですよ。 それで、あの不意語ってあの手動式のでこう風を送るものですね、うん、はい、今使ってないんですけど、それを、それで昔ながらの鍛冶を見せてくれたんですね。それで鉄を加熱して、うわでトントントンテンカン叩くんだ、うわへ、あこれ女性ですね。でこれは女性の鍛冶職人の方で、うん、ちょうどこれは鉄でウサギか何かを作ってるところですね。かわいい、すごくかわいい、だからすごく細かい作業なんですけれども、うん、まあ、こういうのも実演をしてくれてました。はい、で、あ、なんかお子さんたちもたくさん、そうですね、でこの時にちょうどそのうちの大学の学生たちが、うん、入浴剤作りってことでですね、うんうん、あのブースを出して、子どもたちにあのその入浴剤作りを教えていたんですね、うん、それも、うん、ちょうどこの場面です。あ、そうなんだ、はいはい、そうバイオ大にね皆さんも ね参加されたところで、はいはい、にぎわったらしいですね。そうですね、おかげさまで、はい、先生、あの先生もなんか体験とかおいしいものとか食べたんですか。鹿肉バーガー、鹿肉バーガー、おお、だから美味しかったですね。お味、あ、美味しかったですか。美味しかったです。あ、そう、なんか今回の週先週末のイベント、あれはね、あのイベントもだし、美味しいものいっぱいいろんなところで食べた方多かったみたいですね。はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、あの先ほどのラベンダー祭りの写真はね、あの金沢さん提供でした、ありがとうございます。ということで、あ、ドアップ、これ何、んバナナ、はい、バナナです。これは何、何、何、どういうバナナの、これはね、競りで、先ほどの市場の25周年の時の競りで、競り落としたバナナです。競り落としたね、競り落とした頑張って手挙げて言いました。すごい、え、これ何本入っついてるの、すっごいたくさん、これね、何本でしょうね、これがしかも5房で落札っていうか、競り落としたんで、もうこれ5倍の量がありましたバナナ屋できるよ、できます、できます。ちなみにこれ お値段はいかが、言っちゃっても大丈夫ですか。いいよ、一応ね、5房で1500円でした、うん、ってことはこれ今1房で1房が300円、安いね、うん、でもあとの4房どうしたの。あとの4房は皆様にこう、うん、配らせていただいたりとか、うん、あ、じゃあ最後 の残り物を今日は持ってきてくださった、 うちの家にもあります。あとで召し、ね、召し上がっていただきましょう、はい、皆さん、ね、腕時ですしね、ちょうど今から、ね、本当にすっごい甘い匂いがする、はい、はい、はい、というようなね、先週末の湖北の風景のコーナーでした。皆さんどうもありがとうございました。さあ続いてはね、今週の特集参りましょう。今週の特集テーマはこちらです。じゃん、ね、マイスター、教えてマイスターシリーズから今日は釣りをテーマに取り上げます。湖北で釣りを楽しもうということでね、特集です。そして後半にはね、長浜チャンネルや、ユニットリーファーからのお知らせなどもあります。どうぞ最後までお付き合いください。さあそれでは改めてこの特集、釣り特集のゲストをご紹介いたします。私の隣ですね、はい、長浜バイオ大学の、これはアニマルサイエンス、アニマルバイオサイエンス、アニマルバイオサイエンス学科の野村慎太郎教授です。こんばんは、はい、ようこそ、よろしくお願いします。一体ね、大学の教授と釣りがどんな関係なのか、この後じっくりお伺いしたいと思いますが、はい、そして私の相棒です。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、あ、光平です、すいません、はい、相棒に昇格できたんですか。やった、ありがとうございますはい、どんなメンバーでお送りしますということでお願いします。さあまずはですね、あの野村先生、あのご専門は何なんですか。はい、病理学って言いまして、病理学、はい、あの病気で死んだ人を解剖して、なぜ死んだのかなと
どこの細胞が悪いのかな、どこにがんがあったのかなと、そういうちょっとあんまり明るい仕事ではないのをやっておりまして、その反動か、ちょっと表に出て、日に当たって一日過ごしたいなというそういうのがあるんですよね。なるほど。あ、そうか。やっぱじゃあ普段はどちらかというと、まあ、病気の、あのもの、病気の方、これはあの人間じゃないんですよね。いや、人をやってました。そうですか。まあでもやっぱりそういうことをしていかないと、その病気の、あの解決にはね、薬を作ったりとか予防とかに役立ちませんもんね。でもね、もう亡くなられてるんですよ。あ、そうですよ ね、ですからちょっと切ない仕事でございまして、はい、じゃあその反動でなんかそういう外アウトドア、そう、なんか生き物、生きてるやつ、光が当たるところ、あの緑の中で一日楽しみたいなというのがあったわけです。ということで釣り、はい、ということなんですね。で、実はですよ、皆さん、それだけじゃないです。この野村先生が、その今日釣りのマイスターって言われなんですけど、ちょっと今日はあの5本を持ってきていただきました。ちょっとじゃあ、はい、先にご紹介いただきますか。これですね、関西の釣り、月刊関西の釣り。あ、これはでも私でもよくあの本屋さんでよく見ますね。あ、そうですか。はい。まあ、関西の釣り情報が出てる。これですね、はい、編集の方もやっておりまして、はい、で、こういうふうなページ、私出てくるんですよ。おお、あ、本当だ、先生だ。え、まさ、このひょっとして両側のお子さん、先生のお子さんですか。はい、そうです。おうおう、家族で。かっちょいいですね。はい、もうちょっと昔ですと、こうですね、もうちょっと昔。あ、こう、今度これ、若いですね。どこに先生、これだな。あ、ここ出てる。これもお子さんたちと一緒に。あ、ちょっと大きくなりますね。あ、そうですね。え、この真ん中の美人の方、ひょっとして奥様ですか。これが、雑誌の編集。あ、雑誌の編集。残念です、はい。この美しい奥様もいらっしゃるのかなと思って。あ、じゃあ結構ファ、あのご家族で子供さんたちと釣り行ったりも。はい、ですね、始めたのはね、7歳か8歳。7歳か8歳。父親に連れて行かれまして、でその時初めてね、父親とね喋ったっていう感じがしたんですよね。男の子ってそんな感じですか。そうです。うち公平もそんな感じですか。いや、全くそんなことはないですよ。ただまあ、やっぱスポーツとかを通じてっていうのはやっぱなんかありますよね、うん、僕の場合は自転車でしたけど、この特集させていただいた。あちこちじゃあ釣り、お父さんと一緒に行きました。はい、そして父親はもう高校の時亡くなったんですけれども、大学に入ってから大物を釣りたいということで、小笠原に5回、小笠原、トカラ列島に3回行って。トカラ列島ってどこでしたっけ。鹿児島とね、奄美大島の間の。で、紐で釣るんですよ。もうロープです。ロープ、紐、テニスのガットでも切れますから。すごい。で、小笠原は1ヶ月いました。1ヶ月、毎晩優雅と言いたくない。いや、学生ですか。学生か、そうか、暇は割とあったんです、はい、お金はあんまりない。で、その先生ですね、ちょっとあのスタジオ湖北はですね、はい、ちょっと無理やりお願いしましてですね、なんとか釣り、まあ、私たち初心者なんで、まあ、公平は実はちょっとね、知ってたよね、かじる程度には、かじる程度ね、あの湖北で釣りちょっと教えてくれないかということで、先日ね、取材に行ってまいりました。先生に教わって、あの、ね、バイオ大学の先生 あのゼミの、ね、はい、女子の大学生さんたちと一緒にちょっと行ってきましたんで、じゃあまずその VTR をね、ご覧いただいてからまた続きはお話伺おうと思います。さあ、こんな感じで行ってまいりました。果たして釣れたんでしょうか。ではご覧ください。どうぞ。この釣り竿はどういう種類のものなんですか。本当はね、実際はあそこにある竹でやります。4.5メーターの、振り出しの竿、グラスロッドじゃなくてカーボンですね。で、中古で450円で買いました。1メーターあたり100円です。これはもうどこでも持っていけるし、あの折りたためるからやってるんですよね。この濁ってる水、川の水に魚がいるのかという素朴な疑問なんですけど。まず濁ってる方が、あの、いるかどうかわからないから面白い。もう一つは向こうもこっち見えてるから、あの、注意しなきゃいけない。
その2つで濁ってても全然問題ないですね。餌、これは赤虫ですね。近所のドブで拾ってきました。針は返しがついてないのを使ってます。返しがついてる針だと魚にがっちり食い込んでよくは釣れるんですけども、これ結局逃がすでしょ、魚逃がしますよね、うん、逃がした時戻しがついてるやつの方が傷大きいでしょ、うん、はい、頑張ってね。名人すぐ移動、名人すぐ移動しました。マイスター、今すぐ移動されたのはなぜですか？あ、流れ早すぎて魚いそう、そこに藻がある、藻の影のところから出てくるやつになると思うんで。こう釣りやすい時間帯とか天気とか温度っていうのはあるんですか？どちらか言えばこっちが暇な時にしか来れないから。その藻の中に魚がいてちょいちょいと出てくる。尻尾振ってる振ってる、すごい振ってる。篠岳の、いいやつがあったらいいんですけど、まっすぐなんなかなか生えてないですね。これで長さどのぐらいですか？3メートルでしょ。おおお、釣れた釣れた、竹竿に変えたらあっという間に釣れましたね。え、これ竹竿釣れたよ。はい、モロコ。棚心に満たぬ魚の、小魚の身に余る嬉しさよ言う。知りません。なぜか大根が、これ大根ですね。大根を端っこパッと、で後でそのキミラがやってるところを見たら、流れていく速度でどこに何の障害物があるか考えてみ、それでポイントが実はそれで分かる。例えばこれ多いね、今流れてる速度分かるよね、ここにある。遅い、遅い、遅いな、そう遅いでしょ。そして魚がかかってたらもうバーンと上げたくて仕方がないんです。でそこを我慢してこんな感じ、トントントンと合わせるようにして、そしてそれからゆっくり優しく魚を上げた。高くこれぐらいの狭いところでも藻があったり流れがあったり、それから風があったり、それから田んぼからの水があって濁りがあったりでしょ。そうするとどこへ投げますか、浮きの下どれぐらいですか、重りどれぐらいにしますか、それからどこからどこまで流しますか、ちょっと途中でこういうの止めますか、流しっぱなしにしますか、何万通りも方法あるんですよね。その中で一回釣れたら、あ、こういう法則あるんだなって頭の中でこう見つけていく、その推理ってすごい頭使うと思うし、でそれ学生さんすごい大切なことだから覚えてほしいなと。
で釣りができてちゃんと釣れたら僕本当に卒業させてもいいと思いますよ以上。はい、ということでね、まずあの取材ねご協力くださいました長浜バイオ大学2回生のアニマルバイオサイエンス学科のね、奥田さん、湯川さん、森さん、田中さん、そして渡辺さん、ありがとうございました。さあ、ね、ちょっと振り返ってみたいと思うんですけど、あの天の川ね、あの支流のすごい濁ったとこだったんですけど、これ釣れるのかって言ったら先生の名言が飛び出して、濁ってるから面白い。そうです。やっぱそうですか。はい。はあ。なんか綺麗な方がいっぱい魚がいそうな気がするんですけど、そうだけどね。いや、濁ってる方がまずですね、警戒心が薄いから食う確率高いですね。それで見えてる魚が釣れたってやっぱりなんかはつまんないですか。嬉しくないですね。うん、釣ったって感じがない。そうなんです。ちょっとこのチャレンジングなところを狙うっていう感じ。はい、そうですね。あ、わかりました。ありがとうございます。そしてですね、あの公平覚えてる、はい、先生のあの釣り竿とかってほとんどお金がかかってないよね。そうですね。あの中古で今日もねちょっとあの、はい、持ってきていただきましたけど、これちょっと釣り竿もう一回見せていただいていいですか。これね、うん、しまい込みで長さがそうですね、60センチ、70センチで流していきますと、おらすぐ今カメラに迫ってる。カメラにすごい。ちょっと横向きにしてみましょうか。はい。おお、はい。4メーター50ある。4メーター50。これで大概のものは。釣れちゃうんです。え、これ。札束以外は釣れます。札束以外ってすごい軽いんですね。はい。ね、ちょっと持ってみると。そうなんですよ。ほら、おお。でこう折りたためるからどこにでも。出張でも、ね、出張先でもで、あの極めつけがね、私すごい印象的なの、釣りやすい時間帯とか天気とかってのあるんですかって先生に聞いたら、先生答え覚えてますか。暇な時。暇な時先生が暇な時に、ね、自分が暇な時に、ね、なんかすごいあの理にかなってるなっていう感じがしたんですけど、はい。ただですね、うん、あのこれあの釣りをやられる方にちょっと注意しなきゃいけないんですが、はい、釣りができないところって結構あるんです、うんうん、実は漁港も船だまりもこれは漁師さんの施設なので釣りできないんです、うん、あとは漁業権があるような柳がかかっている川、うん、これもダメです、うんうん、それから川の中でトアミも、うん、それから玉網ですくうのも実はこれダメなんです。そうすると河口付近でもうあんまりそこ魚もいないんですけども、そういうところで釣らなきゃいけない、うん、でもね、漁港に行ってみるとおじいさんがヘラブナ釣りしてますよね。うん、言ってますね、結構してます。あのどういうことだと、子供たちとかね、どういうことだと思います。いやー、わかんない。もうあのそれを販売目的に営利目的にするわけじゃないからなのかな。でか、うん、だから漁師さん遠上に来ないんですよ。だから漁師さんは釣りしてる人と喧嘩したくない、けども権利はある、うんうん、そのあたり大人の考え方でやられるんだったら、うん、私はいいかなと思います、うん、で私は実は大阪からこちらへ通ってるんですけれども、うん、あの滋賀のこのあたりの湖北の方々っていうのは、うん、このやっぱり人と仲良くしたいあったかいものを感じますね、うん、だから大阪の人もよそ者扱いしない、うん、ただそれが、うん、琵琶湖に外国から入った魚も予想の扱いしないために入れてしまって、うん、ちょっと釣れるものが単純になってるのが悩みですね。あのブラックなんとかですね、ちょっとブルーなんとかですよね、ちょっとおおらかすぎたかもしれません。あ、そっか。ただああいったこう毒のような川ですと あんまりあの手のやつは残ってきませんので、もともといた琵琶湖の在来種に出会うことができます、うんうん。今回ね、あの釣れた一匹もさっきあの画面の方はこれアマゴって出たんですけど、いや今見たら違うんですよね。モロコですね。モロコだそうです。モロコだと思います。モロコ、あの佃煮にして美味しいやつですよね。モロコがね美味しいですね、うん、はい、女の子だからその目の前のあのちょっと濁ってる川でパッと釣れたのがすごい感激しましたね。あれね、うん、後で言いますけど釣れると思った。釣れると思った、そうですか、はい、なるほど。
平これあの一緒に取材同行してどうやって感想とか、あと先生に何か他に聞いてみたいことってある？僕はあまり琵琶湖の河口とかで釣りとかしたことがなかったんですよ、うん、その川の方だとかそういうところでやってたんですけど、そうやはり琵琶湖とかにもその外来種とかたくさんいますよね、うん、それでだんだん数が減少してきている琵琶湖の在来種などが減ってきてますけど、最近の子たちって自然と実際距離が離れてしまってるように感じてしまうんです、はい、ですけど釣りを通じることによってその自然というものの醍醐味を楽しむことができる、琵琶湖というものを知ることができるっていう、釣りっていうのは身近に私たち僕らの身近にある琵琶湖というもの自然というものを楽しむツールやと思ってますんで、それでだんだんここら辺に住む長浜のちびっ子たちもやっていただきたいなというふうに思いますね。なるほどね、まあ、これは自分の思いやね、これは僕の試験です、はい、はい、そういうの、はい、先生もでもその辺のことをちょっと VTR の最後の方でおっしゃってましたね。もうね、今回学生さんたちと一緒にいたので、まあ、いろんなことね学んでほしいみたいですね。でもね一応学校の先生ですから講義もやります、実習の面倒も見ます、うん、そうすると学生さんがいるとね教えなきゃいかんっていう気持ちが強すぎるんですよ。ああいうところで遊びに行くとあんたなこの大根で何すると思うってね、そうそう大根、うん、で考えてみーって言って、ね、ほったらかしにしといてもいいんですよ、うん、教える必要ないんですよ、うん、でも逆にそういう自然な間だから、うん、彼らも彼女らも何かものを考えることができるんじゃないか、うん、一番ものをよくそういうふうに教えられてそういうふうな感じかなと、うん、おじいちゃんが孫連れて、うん、ほら釣りに行ったりしますよね、はい、あれ結構覚えてるんです大人になっても、ね、先生が好きになったのもね、そうです、お父さんと一緒にね、はい、って言って浩平もね、そうですね、だから教えようとしないのでなんか伝わるものってもあるんだなって、これ結構大事な方、うん、その学校 の、ね、教室の中とあるいは実験室の中とはまた違って、そうです、ね、自然相手の中で、はい、だから同じ時間とか同じ条件って絶対ないですよ ね、同じ例えば午後の1時に行ったとしても昨日と今日じゃ違うしね、川の流れも天気もお日様の具合も温度も全部違うし、もちろんその泳いでる魚ちゃんたちもね違いますもんね、ところが同じなんです。同じなんですか、ちょっと崩して悪かったですけども、いやいいですよ、ね、釣れるなと思ったって言いましたね、うん、さっき、はい、釣れるなと思うんです。でここで浮きがこうやってこっち側に揺れてちょっと止まって早くなってもう一遍止まって、うん、よし食うだろうと思ったらスッと沈む。でそれなぜかというと超能力違うんですよ。いやそんなじゃないから、うん、記憶なんです。記憶、小さい頃からたくさんたくさん釣りをしてそうかいろんな川で釣ってくるとこんな時に魚が来るんだなっていうことを覚えてるんですね。それを思い出すんで、あそろそろ食うなって、で食わなくてそれが2回ぐらい起こるとこれやる気がないかいないかなるほどと考えてもいいぐらい、当たるとき当たります。そうなんですね。その先生の勘が冴えてその、かなり大物を釣ったっていうそのちょっと証拠写真を今日何枚か持ってきていただいたのでちょっとそれ見てみましょうか。はい、すごいですよ。わ、これ何、これは、まあ、ブリですね。ブリ、まあ、船に乗って釣っただけですから。いやすごいですよこんな普通釣れません。ブリ、はあ、そして続いてがね、ハマチをなんか一人でこんなに釣ってしまって後で処理に困ったんですよね今度呼んでください、はい、いつでも行きます、はい、あとはうちの子供が出てきますね、うん、はい、日本海ニカ釣りですね。これからオバマですね。オバマ、はい、ここから先は琵琶湖に関係したやつが出てきます、はい、お願いします。意外な、お、なんだこれ、なんでなんかわかります、え、なんか足が見えるんですけどカエルじゃないですか。そうです、え、カエル、食用カエルです。こんなでかいの、ね、水鳥公園の裏に、ね、野田沼というのがあります、はいはい、そこにたくさんいるんですよ。でこれで釣れるんですで外来種だからいいでしょ食べても、あで食べます、食べたんですね、はい、はい、そして続いてが、これも大きい手長エビですね。これ美味しそうですね。これ美味しいです。そして
ちょっと関係ないですけども。え、なんだこれ。あ、これ一番下の子も出てるな。ヘビ。ヘビ。これ釣ったんですか。いや、これはちょっと混じってました。ね、で続いてがまたすごい大物が。はい、マゴチですね。これも日本海の、うん、これ丹後半島だったと。美味しいですよね。はい、これやっぱ竿一本釣りですか。そうです。そう、そして続いて。ちょっと皆さん横になって見ていただきたい。これナマズで、ナマズも釣れる。はい、マナマズでね、70センチ超えたのはすごく珍しいです。ただ琵琶湖でなくて、うん、あのうちの近く大阪の高槻市で釣りました。琵琶湖にもナマズ、大ナマズっているかな。うん、もちろん、ね、いるね。マスコット的な。マスコットね、そうだね。はい。さあさして。次はちょっと問題なんですけど、これナイルテラピアなんです。あら、テラピア。はい、草津で釣りました。あらまあ。だからこれも、外来種として入ってきてますし、うん、またそうアメリカナマズも、アメリカナマズなんてもいるんだ、大きくなるやつですけども見つかったらしいんですね、はい、で漁師さんはこれだいぶ困ると思います、うん、だ遠征になるとこれ小笠原行って、ね、はい、これがさっきの小笠原のすごいバラハタですね。え、バラハタ、バラハタ美味しいんですよね、はい、いいな、ありがとうございます。はい、やっぱこうあの海、川、湖それぞれまあ、ね、違いがあるものなんですかね。いや、もう水が溜まってたらなんかいないかなって覗きます。まあ、まあ、一種の病気です。なるほど。今日でね、あの釣りに使う道具もちょっとお持ちいただいて、ちょっとご紹介いただきます。さっきのな、これがあの釣り竿ですね。はい。そして釣り竿の先にまず糸をつけますけれども、はい、そんなに大きいのを狙うわけじゃありませんので、はい、あの釣り具屋さん、この街道沿いにある釣り具屋さんで、うん、糸でしたら1号とかいうぐらいの糸。これもそんなに高い。細いけどね、丈夫なんですよね。はい。2、3キロまで大丈夫です。うん、でそして次が浮きですね、はい、浮き、そうね、さっきも出てきますね、ビューの中に、ねはい、魚が引いたらポコポコと沈む、うん、で浮きを止めとくための浮きドームというのがここにあります。あ、もうちょっとですね。あ、なるほど、はい、これでも別にあのこういうの使わなくてもいいようなことをね、あの収録の時おっしゃってたような。え、でももうそれはちょっともう、うんうん、やっぱこういうのはあの、なんていうか、いろいろ知り尽くした人はそうかもしれませんけども、普通に最初、最初やってつまんないですか、そこまでやると。まず僕便利なグッズをね、はい、で、うん、やっぱり餌がある程度水面から下にないと食いませんので、うん、餌を沈めるための重り。あ、重りね、はい、はい、この浮きでしたらこれというふうなのが、はい、浮きを買いましたらここに何号が適合かって、うん、浮きのところに書いてあります。便利ですね、はい、それでこれをお買い求めになられましてさ、はい、最後の針です、うん、針ですけれども、うん、ですね、2種類私使いまして、はい、1つはこれモロコ針という、モロコ針、はい、その名もモロコ針、はいはい、で、こちらタナゴ針なんですが、タナゴ針、はい、ここ分かりますかね、スレって書いてあるんですよ。書いてありますね、スレ、スレ、はい、で、私が釣った後学生さんが風にも魚を落としてましたよね。あれこっちなんです、うん、つまりスレ針はここの戻りがないので、うん、はい、かかった魚はずっと引いてないとポッと外れます。あ、でこちらのモロコ針は返しがあります、うん、返しとおっしゃいますね、それが返しがありますので飲み込んだら外れないんですね。で、あの要はあの V の中でもおっしゃってたんですけど、そのうんとリリースしてあげるときはなるたけ戻しのないのをね、なんか使うようなことをおっしゃってました、ね、ある程度自分がうまいなと、うん、それから持って帰って買おうとか、うんうん、それからリリースしようとか思うときは、はい、頑張ってこれを使う、使うね、はい、うん、ぜひ食べたい、うんうん、こちらですね、でこっちね、ちゃんと捕まえられるようにってね、はい、あ、その辺やっぱりこう詳しい方に聞くとね、分かりやすいですね、うん、あのね、チャットいただいてます。釣りって釣れないと釣ってやろうと思いますし、釣れるともっと大きいのを釣ってやろうと思うものですよねっていただいてるんですよ。そうですか。そんな感じ。いや、あのね、確かにそれもあります、はい、でもそれってね、初めて10年ぐらいはそうなんです。で、そろそろ食うな、やっぱり食ったとかそういうようなことをやってると、うん、ちょっとこれ話が別になるけど、うん、釣りを好きな人だったら分かってくれる話だと思うんですけど、いろんなことを思い出すんです。普段思い出さないこととか、こうしながら、浮きがこうなってこうなった、あ、
いつか中学生の時にこんな場面があったなとかそういうふうに思い出すとね、いろんなの思い出すんで。それ釣りの話だけの思い出なのか、それともその時代のいろんなさまざまな、例えばあの時彼女に告白告って振られたなとか、なんかそんなよいろんなで何を思い出すと思います。何を一番ですか。浩平どうも何を思い出すの。え、僕の場合ですか、うん、そこまで達人の域に達してないんで何とも言えないですけど、うん、それではあの先生のように昔お父さんとかにいろいろ教えていただいた記憶とかですか、ね、ああそうなの。そうですか、ね、僕はね、うん、死んだ人のことを思い出します。はあ、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、そういう、だから普段思い出したくないです、あんまりこう切なくなるから、うんうん、ただ釣りしてるともう全然頭の中空っぽになってパッと思い出すんですね。一緒に釣りに行ったやつはあいつ若くて死んだなとか、ね、それから教えてくれた親父だけど、うん、あもうその親父の年に近づいてるんだとか、うん、そんなこと思い出します。でじゃあ釣りって悲しいものかってそういう面もありますけれども、うん、帰ってきたらなんかスッとするんです。うーん、それは釣れたらスッとするんです、それとも釣れなくてもそれを思い出すから。普段思い出さないようなことでちょっと頭にプレッシャーかけてるんですよね。でそれが全部解放されて自然な人間になって帰ってくるっていう感じがいいですね。まあ一緒に連れてった学生さんたちはまだそんなことは、ね、キャーキャー言ってるだけだからまあ見てると未来しかないなと思って羨ましいですけども、いろんなことはありますから。なんかだからじゃあその釣りをしながらやっぱあれ結構ねあのこう待つっていう時間も割とあるのかなと思うけど、その辺でこうちょっとこう無のよく言われる無の境地になるみたいな。そうです、だから無防備になって思い出さないことがパッと頭に出てくる。その時にスッとなんか逆にスカッとこう気が晴れるような気持ちになる。だから別にそこあの非常にその病的な趣味ではなんですよ、うんうんうん、いい趣味だと思います。そのあたりがじゃあその今日の釣りマスター根野村先生の釣りの、まあ、魅力っていうか、はい、そんな感じですかね、はい、ね、もっとお話伺いたいんですけど、そろそろねこう特集の時間も、ね、あのエンディング来たので、じゃあ最後になんかこう釣りこんなことをするとおすすめだよとか何かありましたら最後ちょっと一言お願いできますか。はい、おすすめですか、うん、自分で仕掛けを作ってみるっていうのは結構楽しいですね、はいはい、例えばこれ紐の結び方とか、うん、こういったものに何かを結ぶって、はい、必ずこうやっちゃいますよね、はい、まあ、外れに決まってますよ。ところが手が早いんですよ先生、パパパパパ針の結び方だとこういうふうにして、うん、はい、ここから回してもう2回だけにしておきますね、うん、こうやると、はい、締めると外れない、うん、それからあと紐と紐とを結ぶ時も、うん、あの釣りの結び方っていう風なのがあって、うん、これを僕ももうあらゆる結び方100種類以上あるんですけども、うん、もうほとんど半分も知らない。今出てますね、はい、はい、でこういったことを、うん、あのやるとまあどうしてもこう紐が外れないように頑張ってた昔の人なんかとこう気持ちが合うのかなと。これだったらこうですよね、3回回してこっちへ持ってってで逆にこう回しますよね、うんうん、そしてこう逆から入れます、はい、これアメリカ結びって言うんですけども、そうするとこういうふうになります。でこちらをなんか今これ手品見てるみたいねマジックの釣りの時間じゃなくてマジックの昆布が小さい、うん、で糸がまっすぐになります、うんうんうん、でそうでないと糸と糸って普通皆さん太めのねあの糸持ってきてくださった、はい、こう結んじゃうと、うん、なんかごっついですね、昆布がかりででここだけに力がかかります。ですからまあ行ってあのお魚さんと遊ぶのもいいですけれども、はい、その周辺にあるいろんなことも楽しんで、うんうん、雨の日にはこんなこともしていいんじゃないかなっていうのはおすすめです。はい、でそんなにね、うん、あの大量でも持って帰れないほど釣れるっていうところは琵琶湖に実はほとんどありませんのであの1匹か2匹で今はちょっと浮かびました、はい、あのちっちゃなモロコンが手に乗った時、うん、パッと出ました。そうそうそう結構いいなと思ったんです。棚心に見たの小魚の
身に余る喜びよって、うん、もうだからこんなものでねこんなに嬉しいのか、うん、でこれが一日なんだなっていう、うん、ああこれは多分死ぬまでやりますねいやぜひやってくださいって、はい、いやでもなんかねあのいいなと思ってちょっとやってみたくなったんですけどね、はい、ぜひご一緒あご一緒あぜひマイスターと一緒だったらもう怖いもんなしや、はいはいね、ありがとうございましたさあでねまあその琵琶湖にあまりねこう本当たくさん釣れるスポットは実はないとおっしゃったんですけどあの川釣りの方でね、これからちょっとアユ釣りもね解禁になるということで最後小平くんからね、はい、あのアユ釣り情報を一つご紹介しましょうはい、はい、お願いします、はい、ニューガワの情報、うん、これは長浜市のニューガワの方ですねはいそうです、はい、横丁のねはいそうです方になりますアユ釣りを解禁いつでしょうか7月5日、ね、アユ釣りがとうとう解禁されるということで、はいね、いや好きな人にはたまりませんねそうですね、はい、ねあのもうすでになんか稚アユもね何回かに分けて放流されているというふうに聞いてますね、はい、ヨゴ町あのウティパルヨゴの前の道をねずっと奥の方行ってで上乳下乳っていう感じですねはいそうですね、 ねこれもあの割とエリアが決まってるんやねはいねそうですねはいさあ詳しくはと問い合わせしようと思ったらはいはいここねはいはい乳川漁業協同組合さん、うんアドレスの方が http://@newgyokyo とアルファベットで書いていただければ検索に出てくると思いますので、うんはいはい、そうですいろんな情報もね載ってますね、はい、ぜひあの漁協券を買って、うん、あのそうそうルールを守ってそうそうそれ大事ね皆さん楽しんでください、はい、そしてまずはねこう地元のちっちゃい川からね気楽に始めてみるというはい、今日の特集はね、マイスター教えてマイスター湖北で釣りに行ってみようということで長浜バイオ大学の野村慎太郎教授にお話を伺いましたありがとうございましたはいどうもありがとうございました、はい、楽しみでしたそれでは今月のスタコリコメンド土倉鉱山空撮ですどうぞ、 どうぞ気持ちいい空撮ありがとうございましたさあ続いてはね、長浜市の職員さんにご登場いただきまして市のいろいろな取り組みをご紹介いただきます長浜チャンネルのコーナーです今週のテーマはこちらでございますじゃん、今年もやってきましたね長浜の夏ということでいろいろなイベントを長浜市民祭ということでご紹介いただきますさあではゲストをご紹介しましょう私のお隣からです長浜市、観光振興課から
堤明彦さんです。こんばんは。こんばんは。ようこそ。よろしくお願いします。はい、さあそしてもう一人です。同じく観光振興課から花澤翔さんです。こんばんは。よろしくお願いします。さあ今すでにね、もうこのフリップの方で長浜市民祭ということでしたけども、今年もいろんなイベント目白押しですね。はい、はい、そうです。じゃあ早速お願いできますか。はい、はい、夏だ祭りだということで、うん、はい、長浜市内では各地でですね、うん、お祭りが行われます、はい、で今回ですね4つのお祭りをご紹介させていただきます。はい、お願いします。はい、じゃあ早速いきます。はい、まず1つ目がですね、うん、7月の20日海の日に水とロマンの祭典というお祭りがございます。はい、こちらですね、湖岸の尾上漁港一帯で行われるお祭りでして、うんうん、当日でですね、子どもの、あとちびっこ魚つかみとか、うん、あとは模擬店、うん、あとはステージのイベントとなど1日楽しんでいただけるお祭りでして、うん、まあ、夏休みの初めということで親子で一緒に来ていただいて楽しんでいただけたらと思いますですね。はい、これ本当漁港のねすぐそばでやるから気持ちいいんですよね。はい、稚魚の放流なんかもねあってね、はい、ぜひお越しください。はい、はい、では続いて2つ目に移ります。はい、8月の2日にですね、観音の里高槻ふるさと祭りというものがございます。うん、はいはい、こちらですね、国宝級とかですね、うん、重要文化財の観音様に、拝んでいただくことができましてですね、うんうん、まあ、拝んでいただいてですね、まあ、心を落ち着けて、うん、まあ、自分を見つめ直すいい機会になると思いますので、うん、ぜひともお越しいただけたらと思います。うん、いいですね、その花澤さん今拝んでね、この手がいいですね。これやっぱ日本人ならではですよね、このアクションね。はい、はいはい、さあそして3つ目いきますか。はい、3つ目いきます。うん、続いてですね、9月になるんですけども、9月の5日にですね、長浜浅井あっぱれ祭りというイベントがございます。うん、はい、こちらですね、県の、ね、内外から30チームお越しいただきましてですね、うん、よさこい祭りスタイルのお祭りをさせていただきます。うん、で当日、まあ、熱い演技とか繰り広げられてですね、フィナーレには最後、うん、花火が打ち上げられますので、ぜひともまた9月にでも足を運んでいただけたらと思います。はいね、この3つはもう割とね最近ずっとね、はい、毎年夏に開催されていることで楽しみにしている方も、ね、はい、多いんじゃないかと思いますが、はい、実はまだもう一つあるということでしたよね。はいはい、4つ目のイベントに移る前にですね、はい、申し訳ないんですけども、こちらからちょっとお願いがございましてですね、ほいほい、はい、長浜ふるさと祭り市民の会よりですね、うん、募金のご協力をさせていただいております。はい、はい、こちらですね、まあ、市内の夏祭りのですね、イベントを応援しようということでですね、うん、自治会様を通じてですね、募金のご協力をさせていただいておりますので、はい、ご協力のほどよろしくお願いいたします。これは別にいくらって決まってるわけじゃないんですよね。ないですね、皆様のお気持ちということで、みんなでこれからもね、今年の夏もこれからも楽しもうっていうためにやっぱりね、いろいろやっぱりかかりますもんね、はい、正直ね、はい、ぜひということで、はいはい、これは自治会を通じてくるということですね。はい、わかりました。さあそれじゃあその4つ目お願いできますか。はい、はい、では4つ目 の、 あのイベントの紹介として、はい、今年の夏も、長浜市では長浜北琵琶湖大花火大会を8月5日に開催いたします。はい、これで、ね、はい、持ってきていただいてます。はい、はい、スターマインを中心とした約1万発の花火を、うん、夏の夜空を、琵琶湖を美しく彩ります。うん、こちらをご覧になるには特別協賛席がおすすめです。うんうん、当日ですね、うん、打ち上げ会場長浜港湾ではですね、うん、長浜港湾を封鎖しましてですね、うん、こちらの特別協賛席をですねお買い求めいただいた方のみを、うん、入場させていただいております。うん、で間近で見る、花火はとても迫力満点でございますので、ですよね、はいはい、毎年大変 ご好評いただいております。ね、はい、やっぱり長浜港だともう本当目の前でね打ち上げるんですもんね。はい、そうですね、はい、はい、うん、もう近くで見られるのは長浜港だけですので、ね、ぜひ特別協賛席をですね、ですよね、お買い求めいただきたいと思います。はい、こちらお値段の方は、はい、値段がですね、うん、椅子席が2500円、うん、で、シートを各自ご持参いただいて、座ってみていただく一般席が1500円ということでなっております。うん、はい、はい、やっぱ
ぱり有料席が一番の見どころということになりますよね。そうですね、うん、あの長浜港を有料席にさせていただいてますが、うん、まあ、そうしないと、うん、あの人であふれてしまいますので、うんうん、安全のためにも、うん、あの有料とさせていただいて入場を制限させていただいております、はいはい、あと先ほどおっしゃったその椅子席とか一般席とかってこれ大体何席ぐらいご用意いただいてるんですか。はい、椅子席が4900席、はい、一般席が1200席ほどございます。あ、まだ椅子席については、うん、あの全席指定となっておりますので、うんうんうん、まだ席には余裕がございますので、うん、ぜひお買い求めいただきたいと思います。これやっぱこうね迫力違いますもんね、この目の前でこうなんか見上げる感じでね。そうなんですよ、音もね、はい、あのずれないですもんね、あのこれパーッと音がね、 そうですね、遠くで見てるとやっぱずれますしね、ずれますね、ね、はい、であの周りのみんなとこう一緒の連帯感っていうのもいいですよね、うん、そうですね、ね、はい、そうですね、ね、あの間近で見る音の迫力っていうのがですね、やっぱこう違いますんで、ですよ、ね、はい、お写真もね撮れるしね、そうですね、はい、わかりました、はい、さあそれじゃもう一回おさらいしましょうか、日時と場所タイトルお願いします。はい、長浜北琵琶湖花火大会は8月5日水曜日に、午後7時半から開催いたします。会場は長浜港、当日の、長浜港は有料観客席として、椅子席一般席として販売します。椅子席は2500円、一般席は1500円ということで、ぜひお買い求めいただきたいと思います。はい、販売場所は、はい、お願いできますか。そうですね、販売場所は、ローソン、ピア、E プラスなどの、各種プレイガイドで、あと、市役所や、北部振興局、長浜駅の観光案内所などでも販売しておりますので、うん、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、こちら、まあ、あのもう長浜市さんのホームページの方でもね、そうですね、また載ると思います、はい、載ってると思います。載ってますので、ね、はい、でもうそろそろポスターもね あちこちに貼られ出しますよね。そうです、はいはい、ね、そちらの方もチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします。8月5日水曜日よ、はい、どうしようスタコホ見たいよね、ね、そうですね、見たいけど放送もせなあかんということでね、はい、考えますわ8時半まで、8時半までか、あ、じゃあ見てから放送間に合うね、ありがとうございます、はい、ということでね、今日の長浜チャンネルのコーナーは長浜市民祭ということで、長浜のね夏のまあ前半のねイベントについて観光振興課の堤さんと花澤さんにご紹介いただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。以上、長浜チャンネルのコーナーでした、はい、あ、さあ続いてはね、こちらでございますね、長浜の生んだね、ユニットリーファがこのほど今日ですね発売の CD、 この方皆さんご存知ですか、こちらのリリースされたということで、リーファからメッセージ、そして、プロモーションビデオ届いてますね、こちらをご覧ください。どうぞ。スタジオ湖北をご覧の皆さん、こんばんは。リーファの北川明宏です。今日はですね、魂夢の道というこちらの僕たちリーファの最新シングルの発売日です。この曲はですね、今ジャケットに映っております東北楽天ゴールデンイーグルスの則本貴弘選手の登場曲にもなっております。東北宮城の仙台を除けばですね、このスタジオ湖北さんがフルコーラスで流す最初の放送局さんになりますので、ぜひ皆さんに聴いていただければと思います。では早速行ってみましょう。空に響くこだましてる歓声、いつの間にかたどり着いたこの場所、聞こえるかい君の名前呼ぶ声、重ねた手に誓い込めてさあ行こう。刻んできた悔しさの傷、
心まで砕かれた日々、今でも忘れない。何度聴いても良い曲です。魂夢の道というねチャットもいただいてます。そしてなんとリーファのお二人からこのスタジオコホクさんへということでサイン付きの CD をいただきました。ありがとうございます、ね、拍手、はい、ね、ありがとうございます。本当にねホームページ以外では今日がね6月24日が CD これリリースされたということで、なんとこのスタジオコホクで初の今のフルコーラスお披露目ということで本当ありがとうございます。イベントではね私も伺ったことあったんですけどやっぱり改めてフルで聴くとすごい素敵な曲ですね、滋賀県出身のプロ野球選手東北楽天ゴールデンイーグルスの則本昂大選手の、登場曲ということになったということでねすごいねなんかちょっと震えが来るね嬉しいねはい。
ということでね、魂夢の道。そしてこのリーファは今週末からね、続々とライブがあるということで、6月27日今週の土曜日ですかね、まず午後2時からは長浜市内保の浅井まちづくり商店でライブ、こちらは午後4時からですね、365号線沿い、こちら無料となっています。あ、2時ね、ごめんなさい、午後2時で、ね、14時午後2時からです。そしてその晩同じく6月27日土曜日は午後7時から、ライブイン川崎屋、長浜市のね、ライブハウス川崎屋さんでライブ、こちらのみなこばちゃんことね、小林みなさんも出るということだそうですね。こちらは、入場料が1000円となっています。そしてこの両2つのね、ライブ会場ではこの CD の手売りもされるということですよね。握手なんかしちゃったりね、サインなんかもしてもらえるかもしれませんね。はい、ぜひお出かけください。その他にもね、続々とライブが決まってるということで、詳しくは、リーファの公式ホームページの方ね、ご覧ください。ということで、リーファからお知らせでした。アッキーひろくん、ありがとうございました。さあ、そして、今週末他にもいろんなね、素敵なイベントがございます。おすすめ情報、続いてのゲストをご紹介いたします。高槻町にあります北海リゾートから岡本修司さんです。こんばんは、ようこそ。こんばんは、よろしくお願いします。はい、そしてもう一人ね、スタコホ新しいメンバーになりました、ハルミンです。はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、さあ、まずは、岡本さん、はい、はい、どんなご紹介でしょうか。そうですね、はい、北近江キッズダンスフェスティバルということで、6月27日に、北近江リゾートの方で、はい、イベントを開催させていただきます。はいはい、これはキッズダンスフェスティバルっていうぐらいですから。そうですね、小中学生の方を中心に、ダンサーの方出場していただいて、はい、一応キッズダンスということで小中学生中心なんですけれども、その枠を超えた方もちょっと出場いただく予定なので、まあ、可愛いダンスから、本格的なダンスまで、楽しんでいただけるかなと思います。これ大体何組くらい登場するんですか。そうですね、全部で8組ですね。8組も、はい、8組、賑やかになるそうですね。はい、こう今、見てると何、こうヤーとかワウとかクールとか。そうですね、名前もかっこいいです ね、 なんかね、チーム名じゃなくて、まあ、ダンスなんでということで。あ、そうなんだ。これ私チーム名ごめんなさい。はい、あ、そうなんですか。はい、それぞれ衣装もね、すごいみんな工夫凝らして ね、はい、踊りもだけど、こういう衣装とかのメイクとかね、そうですね、そういったのも楽しんでいただけるかな、ね、楽しめますよね。はい、迫力ありそうですね。はい、8組登場するわけですね。はい、こちらは入場料とかどうですか。そうですね、もう観覧無料となっておりますので、はい、ぜひ皆さん、ちょっと気軽に見に行こうかなっていうのでも楽しんでいただけるかなと思いますので、いいですね。はい、はい、こちらがキッズダンスフェスティバルですね。はい、そう、そしてもちろんいつものあれも同時開催あるんですよね。そうですね、はい、はい、同時開催として北近江縁日を、はい、開催させていただきます。はい、で、月に一度北近江リゾートの方で開催させてもらっているイベントになりまして、はい、で縁日というと屋台とか並んでるようなイメージがあるんですけども、そういった形の縁日じゃなくて、人と人との縁を紡ぐ日ということで縁日とさせていただいてます。なるほどね、はい、で いい名前、はい、地域の趣味を持った方とか、先生とか、来ていただいて、お客様とコミュニケーションを取りながら、はい、楽しんでいただけるような内容になってます。やっぱりこうなんか顔と顔ね、はい、合わせてこうお話も楽しみながら、そうですね、っていうのがいいですね。はい、はい、はい、さあ、そしてこちらでも、ライブステージもあるということですね。そうですね、はい、こちら、そうですね、キッズダンスフェスティバルの方で、オープニングと あとその合間にご当地ユニットの方ですね、はい、はい、にライブパフォーマンスをしていただきます。ということはもちろん、はい、あのグループですよね。そうですね、皆さんご存知かと思いますけども、長浜のご当地ユニット、キャンセル浜姫さん、はいはい、それとゲストとして大阪の専門学生アイドル、チャウチャウさんにお越しいただく予定になってますね。専門学生アイドル、そうですね、ちょっと初めて聞く名前ですね。はい、なんか放送芸術と、あとアニメーションの専門学校の現役の専門学生さんで、それで編成されたユニットのようですね。ちょっとこの写真拝見すると若干こう大人っぽい感じでね。そうですね、まあ、皆さんもう専門学生なんで、はい、ちょっと若干セクシーな感じですね。もういたりして、はい、ね、ちょっとたくさん写ってますけど、今回は一応
4名ちょっと遠征で、はい、そうなんですね、来ていただく予定になってます。はい、わかりました、はい、こちらの方入場料とかは、こちらもあの、うん、キッズダンスの合間とあのオープニングさせていただきますので、うん、無料になってますので、うん、ぜひあの、はい、興味のある方はお越しいただければなと思います。そしてもちろん北海リゾートといえばやっぱりね、そうです ね、はい、はい、天然温泉なんですけども、はい、美人の湯と呼ばれる、はい、天然温泉が、通常、1200円と900円、土休日1200円、平日600、900円になるんですけども、はい、6月はちょっと感謝の気持ちを込めて600円で、うん、はい、ご入浴いただけますね。はい、ね、はい、ここなんかあのギャラリーかも拍手が上がるので、ね、600円ですか。あ、6月いっぱいですね。そう、6月いっぱい、もうあと残り少なくなってるんですけど、ね、あと1週間ちょっとタオルと館内着はあの、うん、通常はついてるんですけども、うん、あのこの期間中はちょっとついてないので、その点だけちょっとご注意ください。持ってきますよ、持ってきますよ、みんな近いんだから、はい、持ってけばいいよね、はい、というかあの車に積んどきましょう、タオルとね、はい、あの洗面道具はね、はい、あとちょっとあの、うん、営業時間が変更になりましたので、あ、はいはい、あの以前は7時から、21時半までだったんですけれども、うん、この6月から、9時半から21時半になりましたので、うん、皆さんよろしくお願いします。わかりました、はい、ね、ということで今日は北海リゾートのね、はい、今週末のイベントと、そしてね、お風呂ね、はい、はい、はい、美人の湯、はい、行きましょうね、ぜひ入りに来てください、はい、ということで、北海リゾートの岡本修司さんに、北海キッズダンスフェスティバル、そしてね、北海リゾートのご案内いただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、もう一つはじゃあハルミンからお願いします。はい、はい、毎月の恒例となりました、木の本ジャムボックスが、木の本の交友館であります、うん、はい、日時は6月28日日曜日、会場が1時から、開演が1時半からで、うん、入場料が無料となっております、うん、出演者は、中川和之さん、うん、ギター弾き語りと日だまりセカンド、はい、おなじみの、はい、はい、それから中原達彦さんとリーブで、これはあのキャンセル浜姫さんの、うん、以前リーダーをされていた方が、うんうんうん、出演されます、うんうん、であの鳥に、キャンセ浜姫さんが出演されますので、どうぞお越しください。キャンセ浜姫もうじゃあ連日ですね。そうですね、あれ今回は日だまり、今回はハルリン、ハルミン私は出ないですけど、あ、はい、そうか、はい、またどっかにね出る機会も、あ、ね、これから夏だから増えるでしょうね。そうですね、演者さん近いので、うん、楽しめると思います。そうだね、はい、はい、もう一回じゃあ場所と日時お願いします。はい、はい、場所は木の本交友館で、日にちが6月28日の日曜日です、うん、会場が1時、開演が1時半となっております。はい、よろしくお願いします。はい、ということでハルミンイベント情報ありがとうございました、はい、さあ、それじゃあ気になる週末の天気参りましょう。誰かな、誰かな。はい、私です。あ、はい、はい、よろしくお願いします、はい、はい、今週もお願いします、はい、はい、では今週の湖北のお天気をお知らせします、うん、6月27日土曜日は曇りのち雨、うん、最低気温が21度、最高気温が27度、はい、降水確率が 70% ですね、うん、はい、はい、あ、ちょっと土曜日が怪しい感じです ね、 ですね、70か、ムシムシして雨が降りする感じですね、うん、はい、ちょっと雨雲をもっと早くねパッと来てくれて、金曜日だに降って、そうです ね、 ね、曇りぐらいになってるね、日曜日はちょっと ね、 そうだね、だ6月28日日曜日は曇り、最低気温が20度、うん、最高気温が27度、はい、降水確率が 40% です。わかりました、はい、はあ、当たらない方がいいとか言っちゃったらダメなんだけどさ、まあ、そうです ね、 ね、まあ、はい、あの室内で、あのライブも室内で楽しめるので、ね、いいね、行けるかなと思います、はい、ました、はい、ありがとうございます、はい、さあ、それでは来週の予告参りましょう。来週も7月に入りますね、はい、お願いします。じゃあめぐちゃんかな、はい、お願いします。はい、はい、じゃあ7月1日放送のスタジオ湖北は星に願いをということで、湖北で七夕グルメレポがあります。可愛、うん、はい、いね、この絵 ね、 七夕ね、もうハートがついてて ね、織姫と彦星ですか ね、 ね、実は七夕にねゆかりの地が湖北にあるということで ね、 ね、結構いろいろ ね、 そうそうねみたいですね、はい、来週またねハルミンもレポート、うん、めぐちゃんもレポートするからね、はい、私もグルメレポの方ね、はい、行かせていただきます。ということで来週もねぜひアクセスお待ちしております、はい、お願いします。ということで今週はこの辺で、ではまた週末もねどこかでお目にかかりましょうね、皆さん楽しい週末を、おやすみなさい。おやすみなさーい。